島田市の花火工場です。この綺麗な箱に入っている吉助、この会社始まって以来の自社ブランドの花火です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。駿河伝統花火吉助は5本セットで3300円、1本660円の高級花火です。火薬によって2種類が入っています。世界最古の火薬、黒色火薬を使っております。その中に鉄を含んだ花火です。鉄の火花が穂先で咲きます。400年前に徳川家康が初めて見た花火と言われています。アメリカをはじめ世界で最も親しまれている花火。球のところに火花が映りますと火球のような形で燃焼を始めます。華やかさが魅力です。なぜこの花火を作ったのでしょう。井上玩具煙火は創業94年、県内唯一の玩具、おもちゃの花火メーカーです。鮮やかな火花が当社の方は皆さんに楽しんでもらいます。不純物が入っておりません。火花が大きく、そして広く見えます。質が明らかに違っても中国製の花火の安さに打撃を受けてきました。日本で作った花火の良さをぜひ皆さんに楽しんでもらいたいと、ということでこの吉助を作りました。4代目が会社に帰ってきたのをきっかけに、これまでの製品とは違い、ビジネスマンが家に買って帰るようなイメージの製品を作りました。花火の名前吉助は江戸時代に島田宿で刀を作っていた名人の名で、花火工場としては初めてのブランドです。幅広い方々に大切な時間を、大切な人と一緒にやっていただければと思います。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送り